おはようございます、こんにちは、こんばんは、バッスリの話でございます。皆さんどうもごきげんよう。今日はですね、はい、まあ GDP、 名目 GDP がまあドイツに抜かれることがほぼ決まりまして、まあ第3位から第4位に、はい、転落ということで、まあそれに伴ってね、まあ GDP が全く伸びていないという件で、まあマイナス成長も今日出てしまいまして、まあ2期連続マイナスですね。はい、これリセーションという経済状況でして、はい。まあ、ざっくり言うと、不景気っていうことが、まあ、数字で出てしまったといった状況にあります。はい。で、ちょっとこの記事読んでて、ね、まあ、バカが、ね、経産大臣が、まあ、進藤さん、ちょっとバカじゃねえかって思っちゃったんですけど、まだ構造改革が足りないって書いてあるんですよ。うん。構造改革が足りないんじゃねえの。うん。財政政策が足りないの。うん。構造改革を30年間やり続けた結果、ね、日本の GDP が伸びなかったの、まだ続けんのか、バカこと。本当怒りたくなるよね。何年学ばれんだと。ね、デフレギャップがあるとき、つまり実質 GDP が、ね、高いときに、時給ギャップがあるときに構造改革はしちゃいけないの。うん。まずは政府がデフレギャップを埋めないと話にならないのに、無理やり実質 GDP を伸ばそうとするから、また、おかしな経済になって、またね、GDP が伸びなかった、こうやってドイツに抜かれちゃうんすよ。30年ね、名目 GDP が成長してるんだから。唯一、名目 GDP を伸ばす方法が、政府の財政出動しかないんですよ。ケインズ経済学ですよ。それ以外ないのに、まだ構造改革が足りないって言ってんだよ。お前、バカじゃねえのかと。ほんとね、病気の人に、ね、なんだ、ね、あったかくさ、布団に入って薬飲んでろって言ってる時にさ、外で寒風摩擦させてさ、インフルエンザなのにさ、薬あげねえでさ、ね、飯も食わさねえで、外でほっぽり投げてたら、それは病気になるって。日本経済ってやっぱそういう状態ですよ。それなのに、まだそれをやれってね、やっちゃいけないことをやれっていうことをね、言ってるんですよ。このね、経済再生担当大臣でしたっけ、進藤さん。ほんとね、何言ってんだと。ついこの間までさ、林さんがさ、確か、ね、ね、日本のね、GDP が伸びない理由に構造改革までとは言ってないけど、うん、企業が設備投資しなかったから GDP が伸びてないって言ってたんだけど、その通りなんだよ。じゃあどうやって伸ばすかって言ったら、政府が時給ギャップを埋めない限り、ね、民間投資なんて増えないんだよ。だって時給ギャップがある時に投資しても赤字食らって会社倒産しちゃうからね。うん。会社倒産するのは怖くてみんな投資をしないの。だったら投資できる経済状況を政府が作り出さなきゃいけない状況なのに、見てるだけってことだから、まあ GDP が伸びないとね。うん。それとね、まあ、岸田総理の支持率が 16.9% で、さらに、はい、下を掘っていきました。ね、ほんと岸田の総理もさ、全くさ、経済政策しないからさ、GDP が2期連続マイナスになってリセーションになっちゃってさ、ほんと怒り心頭だよ、お前。バカじゃねえかと。それでまださ、子供ね、少子化対策するためにさ、増税するっつってんでしょ。マジでやばいよね。でね、それちょっと叩かれたらさ、今度は構造改革でさ、ね、どっかから予算を取ってきて、ね、少子化対策するって、ますます景気悪なるわ。そうじゃなくても、子供、ね、子供、予算を作るには、子供国債一択。うん。子供国債じゃないと、市中にあるお金がね、増えないんですよ。どっかから取ってきてどっかから使うってなるとプラマイゼロでしょ。で、下手したら、ね、使おうとしてたお金を取っちゃって貯金に回されたら、それ経済成長にならないからね。そういうことを分かってないやつが、ね、財源だって言って、増税だって言って取り上げて財政出動しても意味がないんだよ。プラマイゼロだからね。むしろ、使うお金をね、使うあれね、設備投資するお金の増税取っちゃって使われなかったら、それマイナスだからね。そういうことで全く分かってないんじゃないかなって思うよね。カフェのプロの連中はね。まあ今日はちょっと呆れだね。まあ GDP がドイツに抜かれるのも腹が立つし、ね、全くね、それに対して、トンチンカンなこと言ってる、大臣も腹が立つし、まあいろいろ腹が立つことがいっぱいあるけれども、まあそれでもね、私は日本という国を諦めたくないとね。まあディスって言ってもしょうがない。まあ皆さん、リスナーの方にもね、こういったことを理解してもらって、まあね、テレビに騙されない、財務省に騙されない、そういうね、経済知識をね、まあ少しもね、養っていただきたいと思っておりますね。はーい、以上、ナナシになります。緊縮体制をぶっ壊す。